ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日はですね、10月6日にサムライキメイトさんで行われました公開収録の公開収録の模様をお届けする、はい、どうぞ模様をお届けしたいと思います。よろしくお願いします、はい、大丈夫ですか。それでは今日の質問です。科学の研究費もクラウドファンディングで集めたらいいと発言されていたと思います。日本でもアカデミストのような研究費獲得専用のクラウドファンディングがありますが、欧米などに比べると規模がまだまだ小さいです。日本でこのような研究費獲得法が根付くためには何が必要だと思われますか、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。はい、本日のゲストはですね、サムライインキュベートの榊原健太郎さん、そして本日からですね、落とし物 .com の松木大輝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ですね、僕たち落とし物に特化したことをやってるベンチャー企業 で今そのマモリオというですね、この落とし物の、はい、世界最初の落とし物追跡タグっていうのを今作って、それ何が入ってるんですか、その中に。中にですね、Bluetooth のチップが入っていて、Bluetooth のちっちゃなモジュールが入ってる。そうですね。でこれでスマートフォンとつながってトラッキングできるっていう。で面白いのがクラウドトラッキングっていう機能がついてて、うん、Bluetooth って大体電波 50m ぐらいしか飛ばないんですけれども、うん、もしなくしちゃった時にですね、別のユーザーがそこに入ると、うん、別のユーザーさんから持ち主にですね、今ここであったよっていうのを送ってあげるっていう。なんでユーザーが増えれば増えるほど見つかりやすくなるっていう、そういうタグです。はい、ということで、はい、私の答え、質問の答え、はい、私はこう答えました。これだよね、例えばクマムシ研究家の堀川大輝さんなんかは、メルマガでマネタイズしたりして小規模なクラウドファンディングのようなことをして研究資金を捻出されたりもし、捻出されたりしていますが、もっともっとこの事実を PR してフォロワーが生まれることでしょうね、というふうに。そういった基礎研究、うん、まあ、クマムシなんて何に使うかってまだ全然、その研究して何の役に立つかなんか全然分かってないようなものでも、そのクマムシっていう得意なそのキャラクターを擬人化というか、まあ、こうキャラクター化して、でそれを着ぐるみを売ったりとか、うん、そういったことをやってマネタイズを、うん、まあ、実際してるわけだから、うん、あと予算がなければいけないっていうのと、こう人を雇うのに給料払って雇ったりとかしてるから、そこをまあボランティアとかそういうのを活用してやるようなスキームっていうのも多分作っていかなきゃいけないのかなと。今日もちょうど、独立行政法人農業、技術研究所みたいなところに行ってきたんですよ、うん、はい、でそこは、まあ、僕が行った研究室っていうのは蚕、はい、にシルクをまあ作らせてるんですけど、うん、遺伝子組み換えをやって、うん、で蜘蛛の糸の成分を、はい、作れるようにするっていう研究をやってるところだったんですけど、そういう基礎科学研究に対してお金が回る仕組みってなかなか難しいじゃないですか、うん、だけど僕多分それをアピールの仕方だと思うんですよ、まあ、クラウドファンディングもその一つだろうし、まあ、一説にはその男性機能を回復させる、まあ、要はバイアグラみたいな成分も含まれてるらしくて、まあ、競争剤としても使えるし血糖値を下げる薬としても使えるんじゃないかっていう、それを例えばサプリ化して売って、そこでマネタイズしながら研究費を出していくとか、そういうふうなのを研究者はこれから考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、そういう感じでね、はい、そうです、クラウドファンディング、はい、頑張りましょう、クラウドファンディングで、はい、ということで最後に告知をお願いします。今日ちょっとお話にあったこの世界最小の落とし物追跡タグマモリオというのをですね、現在クラウドファンディングで、支援募集しておりますので、もし関心ある方いたらですね、ぜひご支援いただけたらと思います。今日ありがとうございました。鈴木さんも以上そうですね、あとイスラエルに来るだけではなくてですね、イスラエルでも起業する支援やってますの でこういったコワーキングスペース向こうでも置きますので、ぜひ。利用されたんですか。あ、そうですね、今日本人が5人ぐらい向こうに行って向こうで起業する準備をいまして、今月に多分3社ぐらい向こうで会社登記して、半分エンジニアさんがユダヤ人という形で会社登記する感じで、面白いですね。という感じで、ホリエモンチャンネルから DVD が発売になってます。未公開シーンもいっぱいで勉強になる DVD になってますので、ぜひ皆様ご購入お願いします。はい、ということで
本日も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。